午後の七時になりましたさあ本日もほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日もスタートしたいと思います拍手さあ今日はですね暑い一日でした今日はもう朝から雲一つないすっきりとしたさつき晴れの京都でした 今日は予想最高気温26度ということで、ぐんぐんと午前中から気温が上がりまして、まあ午後には予想最高気温を上回るような暑さになったんじゃないでしょうか。しかし今日私はですね、楽旅の主催、京都散歩で、お室仁な寺、成就山に設けられている、お室88箇所霊場を巡り、 そちらの京都散歩のツアーに行ってまいりましたですから山の中山の上は涼やかで時折山の谷間を吹き抜ける風を感じながらゆっくりと88箇所を巡ってきましたおそらく今日あたりもうお天気がいいということで京都市内至る所のお寺神社大きなにぎわいになっていたと思いますが さすすがにねおむろ88箇所霊場は少なかったですゆっくりとお山全体が四国のお遍路さんと同じように88か所の霊場が点在しておりまして今日は朝11時おむろ仁和寺の正門にあたる仁王門で集合してまずはお室会館でお食事をいただきました。 その後、12時過ぎから、四国のお遍路さん、お室八十八箇所霊場、最後の八十八番目の霊場が、大久保寺。それのお堂の中で、特別に今日ご参加の皆様だけに、ごま炊き。皆さん、ごまぎに願いを書いて、それを、 お室ろにんなじの坊様がごまを炊いてくださいまして、皆さんの願いを燃やして、天の仏様へとお伝えをいただきました。そして特別の御朱印もいただきまして、そしていよいよ1時過ぎから成就山、ちょうどね、お室ろにんなじの後ろ側に山があって、その山を成就山と言います。ちょうど今から200年前の江戸時代の後期、 当時の小室仁和寺の発信の霊元天皇の血を引く高尊の方が出家仁和寺の住職を務め多くの人がなかなか当時は四国までお遍路さんにお参りが行けないそこで小室仁和寺の後ろ側の成就山に四国霊場の各霊場の土を 京都まで持ち込んで、山の中に八十八の霊場を作り、京都にいながらにしても、お遍路さんをお参りして、四国のお遍路さんをお参りしたのと同じ功徳を授かることができるよう。小室八十八箇所霊場として整えて、二百年、多くの人がお遍路さんをこの京都で行ってきたんです。その小室八十八箇所霊場を、今日はねお参りをしてきまして、特別の。 だきそしてその後にお山の方に行きまして約2時間半もう時間ぴったりでしたみんなでこう登りましてそして一霊場お参りをしては次の霊場へと最初は阿波の国今の徳島から始まって時計回りで高知 かつての土佐の国その後に我がふるさと伊予の国今の愛媛県そして讃岐の国香川県と四国お遍路さん一番札所から88箇所を2時間半かけてまいりまして多くの功読を頂い,いてご利益を頂い,いて今日帰ってきました。今ねすごい ごま,炊きのごまがねこう、すごかったんですよ。そのごまの香りが今もねたくさんこう炊きしめられていましてね、そのごまの香りが今もよく残っています。ぜひまた定期的にこの四国のお遍路、お室八十八か所巡礼、ぜひね、皆さんと一緒に行きたいと思いますので、また次回お楽しみいただきたいと思います。今日はねお天気が良かかったですから 山の上からのね市街地の眺望も素晴らしく最高のね今日は巡礼になりました。まあ本当に四国に行こうと思えば大変ですけれどもこうやって京都でもお参りができるよう今から二百年前にお室仁な寺の方で整えられたというお室八十八箇所霊場巡りとなります。また一度皆さんもねまだ行ったことないという方は特にあのご案内させていただきながら各霊場 仏様ご利益などもご説明させていただきますのでぜひですね一緒にまたお山巡りをね楽しみたいと思いますそうしてね大室に同じから帰ってきまして先ほどまでねこのたび京町屋の表玄関の方に軒勝負のお飾りをさせていただきましたまずこのお座敷で明日はですね5月5日単語の節句通称勝負の節句と言います 勝負の花に植物に邪気を払い災いが起こらないよう願うという明日は5月の5日単語の節句です通称勝負の節句と呼ばれています玄関の軒から勝負を垂らし家の中に邪気が入ってこないよう願うという軒勝負という伝統がありまして 先ほどまでお飾りをしましてね写真をフェイスブックやインスタグラムにもアップしてますのでちょっとねぜひご覧いただきたいと思いますけれども軒勝負明日いっぱいまで明日いっぱいまでお飾りをさせていただきますのでぜひ明日この楽旅京町屋の前のたこ焼くし通り通られる方いらっしゃいましたらぜひぜひゆっくりと楽旅京町屋の前で軒勝負ご鑑賞いただいたらと思います。 時間帯によっては明日五5月5日私もあの京町屋の方にいますのでぜひゆっくりとねご見学をいただきまして写真などもねもうたっぷり撮っていただいたらと思いますぜひゆっくりとね軒勝負をご覧いただきたいと思いますでこの楽旅京町屋のお座敷の中にも床の間にも五月人形若々しい若大将のお人形さんを飾っています虎と 白馬昔から単語の節句は男の子の節句とされました勝負という植物に邪気を払い災いがないよう願ってきた植物の勝負と勝ち負けの勝負これが同じ勝負につながることから特に武士の武家の家では男の子の戦いでの勝ち負けの勝負が 出世を決めていきますから男の子の立身出世戦いに勝って出世をしますようにという勝負の節句とされまして勝負の節句に勝ち負けの勝負を願って恋を空高く舞い上がらせば恋は滝を登れば龍になりますこれもまた立身出世そして凛々しい 大将さん若大将の人形を飾ったりまたあの玄関にはね鎧兜も飾っていますまあこういう武家の男の子の節句として色濃く今も端午の節句が行われています柏餅を食べ血巻なども食べそして軒勝負勝負湯にも入ったりする地域も多いと思います明日がいよいよ5月の5日勝負の節句になりますので皆様もお家で特に お風呂に勝負の植物を入れて邪気を払うこれはね皆さんの家でもできると思いますのでぜひ明日は勝負植物を買い求めて勝負に邪気を払うことを願って単語の節句にまつわる伝統をね皆さん自身も体感いただくといいかなと思いますお酒の中に勝負の植物の葉っぱをちょっと刻んだものを入れて勝負酒 これをいただくのもまた邪気が払われるとされますのでねぜひその辺りで勝負明日は求めていただいてですね何か皆さんのうちでもゆかりのことを行っていただくといいいのかなと思います、はい、さて今日はですね木曜日ということでこのあと楽旅大学校一般講座毎週木曜日は講師が週替わりでさまざまな京都の魅力をお届けします。今日は5月 1> 第1週目ということで山村による歴史講座がありますのでこのあと楽旅会員の皆様楽旅大学校一般講座ご受講の皆様はズームに切り替えてこのあとオンラインで京都の学びを深めていいいたただきたいと思います来週は谷口さん3週目が私4週目が森さんと毎週週替わりで楽旅の講師がオンラインで また見逃し配信もありますので一週間何度でもその講師のお話を聞きながら京都の学びを深めることができますのでぜひまだね受講されていない方楽旅会員限定のオンライン講座となっております楽旅へのご入会とそしてオンラインでの学びを深めて楽しんでいただければと思いますということで今日はぎゅっと と凝縮版でお届けしましたラクタビ通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日のトークはここまでとなりますさあそれでは心にハートに元気をチャージします合言葉で締めくりますさあ皆さん合言葉はきっともっと京都を好きになる この好きになるというところ皆さんも大合唱いただきまして手にはハートマークを作って今日も京都からたくさんの元気をお届けします皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思いますそれではいきますきっともっと京都を好きになる ということで本日は午後の7時からお届けしましたラクタビ通信ライブ版今日ちょっと旅へ明日はなんとかちょっと様子を見ながらですけれどもラクタビ京町屋の表玄関からライブ配信午後3時にお届けをさせていただきまして軒勝負恋のぼりののれんなどまさに明日5月5日の端午の節句にふさわしい ライブ配信が明日はできたらと思っております。ぜひ、明日もお楽しみいただきたいと思います。それでは、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。では、最後に若大将のお姿を見ながらお別れをしたいと思います。